最終ステージか。罠だと分かっていてもやっぱりここまで来るとワクワクするな。もうちょっとだ、頼んだぜマックスブレイカー。決勝進出おめでとう、一文字号機。さてそれでは最後のステージへ案内しよう。いよいよお出ましか、腕が鳴るぜ。他のレーサー諸君もぜひ観戦しに来てくれたまえ、最後のセレモニーにな。ここがファイナルステージ？ようこそファイナルステージ。挨拶はいいよ、さっさと始めようぜ。ようこそ一文字号機。ああ、久しぶりだな。今回は諸君らの参加とても感謝しているよ。で一体何がしたいんだ、こんなヘンテコなレースを企画して。まあそんな怖い顔しないでほしいものだな。君たちレーサーには本当に心の底から感謝しているのだからな。だからそれはもういいよ。そう言うな、こちらもお前たちのおかげで貴重な研究を進めることができた。今回の計画は成功だ。研究？計画？いかにも。今大会で取らせてもらった君たちの走行データは我が研究に大いなる発展をもたらした。究極のマシンを創造する我が研究にな。究極マシンだって？特にここまで残った豪気、お前のおかげで今回の研究も最終段階に入ることができた。さすがは一文字博士の作ったマシン、あとは最後の仕上げを残すのみだ。礼を言うぞ。何をしたいのか分かんないけど、そんなことより最後の相手はどうしたんだよ。最後の相手？そうだったな。では豪気、お前には決勝で我が究極のマシンの相手をしてもらって研究の仕上げを終えるとしよう。今大会で最強を誇ったマックスブレーカーを破壊してな。なんだと？最強のマシンはこの世に一台でいいのだよ。豪気、特にスクールを出て行ったお前にミニ四駆を持つ資格などない。最後の仕上げはお前のマシンをこの世から消すことで完成する。ちっ、どうせそんなことだろうと思ったよ。俺は逃げも隠れもしない。マックスブレーカーを潰せるもんなら潰してみろ。その元気がどこまで持つかの。では最終ステージを始めるとするか。我がスクールを出たことを死ぬほど後悔するがよい。望むところだ、受けてやる。楽しませてよ。楽しませてよ。ヤロバリアオン、カットでマックスストーム。
それが おお、これは意外だったな。意外じゃないぜ、失礼だな。大体なんだよ、そんなもんかよ。これじゃ今までレースしてきたやつらの方がよっぽど早かったぜ。まあよい、こんなものは数ある我が研究の一部にしかすぎない。だがこれなら次はもう少し本気でやらればいいかんな。優勝おめでとう。せっかく人が気持ちよくレースしてたのに、最後に気分悪くさせやがって。もうさっさと終わりにしてくれよ。そうか。なんだ。仕方がない、今回はこの辺で閉会としよう。だが仕上げを残したままというのも気分が悪いな。ここももう用済みだ。少々計画が狂ってしまった。ではこの会場もろともお前たちのマシンには消えてもらうとしよう。何？参加レーサー諸君、最後のフィナーレ、機会があればまた会おう。待て！